屋外展示駒金高原美術館は長野県駒金市にあった美術館。当館は1993年4月8日に開館した。基礎山無役のふもと駒金高原の光舞寺前に立地。黒色を基調とした屋根の衣装は奉だ岳をイメージしたものである。1階と2階が展示スペースとなっており、第1から第8までの展示室があった。 本館に隣接して多目的ホールを備えた別館ビーターモールがあり、屋外には中部電力大久保発電所でかつて使用されていた水車発電機が展示されていた。主に現代美術を扱っており、芸術家の意図を組み取った立体的な展示手法が特徴であった。地元住民との交流、特に小中学生への教育に注力。各種ワークショップや講演会、 コンサート、さらには結婚式を開催するなどし、一連の取り組みが高く評価されていた。当館は毎年、冬から春にかけて休館するのが恒例であった。2016年も11月1日から、当期休館に入り、翌2017年4月30日まで休館の予定であったが、休館明けを控えた4月6日。 公式ウェブサイト上で2018年3月31日まで休館を延長すると発表された。当館を運営していた公益財団法人芸術文化振興会の解散に伴い再開を待たずして2017年9月15日をもって閉館した。跡地は更地となっている。2017年当時の当館公式ウェブサイトによる 2017年当時の投函公式ウェブサイトによる、2017年当時の投函公式ウェブサイトによる、投函跡地の地図、ありがとうございます。